キングプリンス5人体制ラスト TV 出演発表も最後の日の非常なお知らせ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日で平野市要26、岸ユータ27、神宮寺ユータ25が脱退するキングプリンス。 5人体制として最後のテレビ出演が発表された。キンプリ全員で最後の日は20日 ?5 月20日に生放送されるかまいたちの浜家隆一さん39と生田た里花さん26がマックを務める NHK の音楽番組メニュー101です。 デビュー曲のシンデレラガールダンスが話題となった一番最新アルバムに収録された新曲ビューティフルフラワーの3曲を披露する予定です。スポーツ上記者。5月22日が月曜日のため生放送の音楽番組 CDDV ライブライブ TBSK への出演を期待していたファンもいたようだが この日は全番組のアイアム冒険少年が2時間スペシャルのため放送自体がありません。また、15日に公開されたファンクラブ動画では、ベニュー101の出演について最後のパフォーマンス最後なのでと、とにかく最後であることを強調していました。同スポーツ上記者。これがファンが5人での有志を見ることができる最後の機会になるのだろうか。 テレビの出演がないのであればインスタライブや YouTube ライブなど、どうにか生配信などで最後の姿を見届けたかったのですが、ファンの女性、いかどうそんな中、ファンに非常な知らせが、キングプリンスをとシクストーンズへのファンクラブ会員向けに、エキストラ募集が届いたのです。キングプリンスへの高橋海人さん。 24、トシクストーンズへの森本慎太郎さん、25、が出演している日本テレビ系のドラマ、だが、情熱はある、のエキストラでした。それが、5月22日の撮影分だったんです。高橋さんにドラマの撮影があるということは、他のメンバーにも別のスケジュールが入っているのかもしれないですし、とにかく、この日に5人が集まること可能性は限りなくないんだなって。 このエキストラ募集を見たファンからは、実質20日で終わりなんか、最後までハードスケジュールなんだ、ね。5月22日は仕事休みの予定にしたけどやっぱり何もないのか、なぁ。と、SNS で悲しむ声が上がっている。エキストラ募集の詳細には午前7から8時頃集合予定で、終了予定は午後9から10時頃とあり、ほぼ終日、撮影があるようでした。 撮影が終わった後11時間近に少しだけでも5人の姿を見られるといいのですが、同ファンの女性、次に会える約束がないまま分裂を迎えるのか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。